TAP ポルトガル航空は、リズボンを本拠地としているポルトガルの航空会社である。TAP ポルトガル航空本社ポルトガルのフラッグキャリアで、ヨーロッパ、アフリカ、および北米と南米への路線の運航を行っており、特にポルトガル五県であるブラジル路線については、地方都市や首都、ブラジリアなど、他の欧米航空会社が就航していない都市にまで、路線網を充実させている。 現在9750人のスタッフが働いている。また元植民地であった諸国を中心とした他の航空会社の株主でもあるポルトガリア航空エアーサントメプリンシペリーニアスアリアスでサントメプリンシペ及びマカオ航空。1945年3月14日に公共サービスを目的として設立されトランスポーテスエレイスポートゲイシースという正式名称下で リスボンからマドリードへ飛行する1946年9月19日に商業サービスを始めた。この年の12月31日、ルワンダ、アンゴラ及びロレンソ・マルケス、モザンビークを含む12カ所に飛行するサービスリーニア・エイリア・インペリアルを始めた。1947年はリスボンからポルトへの国内線サービスを開始する。 サントメーおよびロンドンへのサービスは1949年に始まった。1953年に民営化され、タンジおよびカソブランカへのサービスを始めた。旅客1億人目はこの航空会社が運航を開始してから18年後の1964年6月19日の飛行であった。アゾレス諸島のサンタマリア島経由ニューヨークへのサービスは1969年に始まった。 ボストンはこの年以降にニューヨークへのサービスに追加された。1975年に TAP は公共企業となり国営化された。1996年はマカオへのサービスを開始し公式ホームページを立ち上げアゾレス諸島のテルセイラ島経由ボストン行きのサービスを始めた。1997年にプンタカーナ及びバンコクへのサービスが始まる。 2005年に TAP はスターアライアンスの16番目の会員となる。この会社は2005年2月に TAP エアー、ポルトガルから TAP、ポルトガルへ社名変更を行った。また2007年7月より元植民地であったブラジルの首都のブラジリアへ初の直行便を就航させるなど路線拡充を進めている。ポルトガル国内アフリカヨーロッパ北。 アメリカ南アメリカエアバス A320 から200、エアバス A330 から200。ありがとうございます。